ギリギリのちょうど、乗れそうですね、65歳以上浜離宮の込みで860円、入園料込みで860円です。松本零士が確か設計したという船ですよね。ビストロバー、あれはいい。目の前が通ります。こっちはあれが館船ですね。東京スカイツリーがだんだんと離れて、結構松本零士のあの船はあちこち走ってるんですね。台数多いのかな。船の場合台数って言わないですよね、定数って言うんですかね。なかなか近未来的なかっこいい船です。さっき甘酒浴場でロケやってた。両国橋だそうです。
松戸芭蕉の旅館庭園がある木伏橋。